今日は午後からの出発です。午前中ちょっと仕事の関係で、お仕事をしてましたね。で、午後から再出発したいと思います。朝は天気良かったんですけど、急な土砂降りで、ちょっとこの後、なんか雨降っても嫌だなって感じです。まずは鴨田高台、四国の最東端ですかね。ちょっとそちらの方の観光を先に行きたいと思います。なんかありますかね。道の駅に入ってみましょう。着しました。鴨田岬ですね。はい、鴨田岬到着です。いいところにバイクが陣取ってますね。かっこいいね。ピンク色？もしかして女性かな？旅をしている感じがしますね。あれがモニュメント。鴨田岬。今日は入ってないから大丈夫かな。こんにちは。もしかしてまた階段、今日も階段上がるの？もう行くか。到着です。
一気に上がってきた。疲れました。わあ。ああ、綺麗だ。灯台の上にも上がれますね。よし、登ろう。おお。今日はこの景色を独り占め。田岬の方は、行ってきました。ちょうど録画でもあったんですけれど、バイクの方女性だと思ってたらいかつい男性でしたね。ちょうど帰りがけだったので、岬を一人占めできました。結構初め行ってもなーとか思ってたんですけど、ここは行く価値ありですね。灯台も結構高いところにあったので見晴らしも良くて、もう海が一望できました。ではこの後は、23番札所の薬王寺に行きます。今日は一つですけど、これが最後になります。薬王寺駐車場に到着です。温泉と一緒ですね。ここからは歩いて薬王寺の方に行きます。はい、入っていきます。大きな仁王門です。一円玉が置いてあるわけなんですね。はい、
はい、階段を上がってました。こちらが本堂です。左が大師堂ですかね。景色が綺麗ですね。朝雨が降ってたんですけれど、お参りの時にはこんなに晴れて良かったです。出発。一つですね、薬王寺だけの参拝になりました。もう、時間が17時ですし、次の24番ですか、まではちょっと遠いので、もう今日はこれで温泉に行きたいと思います。